ダブルレートスイッチ生放送を始めていきます。ダッシュボードを更新するの忘れていた。使ってるパーティーは、まあ、こんな感じ。ガルーラ、クレセリア、ヤミラミ、ケシンボルトロス、レジュランドロス、ヒードラン。まあ、一般的なやつと比べると多分ヒードランが噴火個体じゃないこととヤミラミが入ってることがちょっと珍しい感じかなというところ。ボルトロスは、まあ、ドリームボール入りの、まあ、夢特性というか隠れ特性というか、まあ、天気、陽気個体。持ち物が、ああ、これも一般的な命の玉じゃなくて、こだわり八幡で今使ってます。対戦やっていきます。うん、なんか、アホみたいな負け方とかもしたりして、今のところは23戦出16勝7敗っていうのがシーズン、12の成績。対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。アメリカ・カリフォルニア州デルなんていうのこれ。レート1664。対戦よろしくお願いします。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。相手のパーティーが、ヤミラミ、スイ君、テラキオン、ドーブル、ベトベトン、ニンフィア。セイブルアイ、スイ君、テラキオン、スマーグル、ムック、シルベン。どうしよう。メガークが、まあ、ヤミラミなんだよね、これどう考えても。で、挑発とか打ってきたらだるいな。とりあえず。うん、ドーブル、うーん、どうしようかな。相手物理特殊の別で言うとテラキオンしか物理いなさそうなんだよね。ヤミラミがいるから鬼火食らっちゃうのが嫌だなって感じ。積み技はベトベトンが小さくなる。スイ君とかも瞑想とか積んでくるかもしれんし、なんか自己暗示ギミックもあるかもしれんが、どうしようかな。ボロトロス出したいけど、ああいうゴイングトゥパスにプライマル、ああ画面が消えた。ああ選んでね。ちょっと待って、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 喋ったら点数できてないんだけど、ちょっと待ってください。テラキオンとムック全く点数できてないんだが、やばいぞ、何やってんだ俺は。喋ってたらセンスできてないんだけど。鬼火、かなり怪しさあるが、これでいいや。メガガルーラ、メガエボリューション、メガカンガスカン、猫魂が通った。テラキオン持ち物がタスキなのか違うのか何なんでしょうか、わかりません。当たれよボケ。おーい、小さくなるのやめて。もう外すなよ。画面ちゃんと見えてるか。 OK、 鬼火外してよ。ウィローミス、ウィローミス、ウィローミス。クレセリアチェンジ。もう
当たった、これでなんだっけ、ベトベトを、焼ける状態にインファイトがクレセリ方向吸収、まあ簡単だよ。ゴツゴツメットでダメージ与える、ベトベトが小さくなる、これ後ろからスイ君が出て、自己暗示、自己暗示を使ってくる可能性があるから、どうしようかな。とはいえメスを最近打つしかねえか。スイ君出てこないんだけど、岩流れ、50ダメージぐらい小さくなる。こっちも瞑想積んでれば、テラキンを倒しに行くメリットあんまりないんだよな。レンジャーラムかどうか確かめたい。レセリア今度はひるまないでください。ミラミを引いて、これでテラキオンがラムかどうかを確認したいんだけど、これが決まるのかどうか。ラムだったら回復する。あ、ラム、ラムじゃない。こんにちは。ハロー。自己再生して、月の光。スイ君が出てくると思うんだけど、どうしようかな。多分自己暗示役ってスイ君しかいないよね、相手のパーティー。相手残りのポケモンがミンフィア、ドーブル、スイ君、ヤミラミだったの。あー、ヤミラミも自己暗示持ってるか。ちょっと怖いな。ベトベトンを倒したいね。テラキオンは放置でいいから、闇ダメ、あー、間違えた。うん。ベトベトンにダメージ与えていきたい。最近はベトベトンに。テラキオン放置。自己暗示してくるに決まってるし、多分自己暗示役が相手メガ闇ダメとスイカの2体いるんだよね。当たる。勝てえなぁ。あ、相手との通信が切断されました。なんだなんだ、え、テラキオンが時間って持ってんの。はぁ、あ、しかしなんか相手が切断されましたね。なったんだけど、なんだこれは。時間時テラキオンってなんだそれ。とりあえず相手が切れたからこっちが勝ち扱いだけど、対戦続けていきましょう。理由が、まあ、相手が意図的に切ったにしろ、なんかまあ電子レンジ使っちゃったとかで回線が悪くなって切れたにしろ、こういう状況だと、レートの反映が遅くなる。アメリカニューヨーク州サトシさん、レート1705。あー、もう何これなんじゃこりゃ、やべえパーティーばっかだ。相手のパーティーキャップていきます。相手のパーティーが、ゲンガー、なんだっけ、なんだっけ、この猫、ニャオニクスじゃなくて、レパルダス、ゴチルゼル、ピッピ、ジュゴン、ヤミラミじゃねえ、何言ってんの、ズルズキン。
ゲンガ、リアパウズ、ゴチテレ、クレフェアリ、でよかったっけ。スクラフティ、ジュゴンって何、英語わかんねえ。ゲンガめんどくさいな。ヤミラミ、ボルトロスかな。ランドロス今トンボ狩り持ってないからどうせ仮踏みから逃げれないし、ボルトロス、ガルーラ、ヒードラ。なぜかアメリカ人っぽいのに、なんかサトシっていうトレーナーネームなんだが、英語ではトレーナーネームのこと、インゲームネームの逆で IGN とか言うけど、サトシさん対戦よろしくお願いします。こっちの選出はヤミラミボルトロス。相手の選出はゲンガーゼルズ。ゼルズキの威嚇でボルトロスの魔剣気が発動。どうしようかな。これゲンガーかが、なんだっけ、滅びの歌使ってくる可能性かなりあるよね。どうしようかな。バーカード使ったのは鬼火かな。鬼火どうせボルトロスに猫魂来るんだろうけど、鬼火をゲンガーに、ボルトロスはバカ力をゼルズキに、ゲンガーがメガ進化、メガゲンガーに。ヤミラミイカ様とか今入れてないからどうせ打点がないんだよね。当てる、ゲンガーが、やけど状態に。シャドーボール殴ってきた普通に。予想外。鬼火をズルズキン方向に。ボルトロスは、あ、打てなかったんだよな。こだわってるから守ったらあれだしな。どうしようかな。で、今影踏みだから逃げれない。ゲンガー守るかな。こだわってるから守るしかできなくなるんだけど、ブルーズキもやけど状態に。先落とすでわずかながらダメージ受ける。ゲンガーとズルズキン両方やけど状態にしてる感じだけど、どうしようかな。交代してもメリットないしな。バックアウトで持つか。これ他の技が打てない。こだわりハチマキで守るってたから。成功しねえ。ラストガード打ってたよ。バックアウト、ゲンガの特攻ダウンさせる。脱出ボタン、出てくるのはジュゴン。こいつも滅びの歌使ってくるポケモンだよな。ヒードランかな。全体攻撃できるし。
ガルーラで1体しか降りていけないから。ジュゴンが猫魂、ゲンガーが滅びの歌。ジュゴンが滅びの歌でゲンガーがチェンジ。何してくるかな。バックアウト、熱風、猫魂をヒードラ方向、ゲンガーは滅びの歌。相手影踏みのあとゴチルゼルがいる、裏にいる可能性がある。バックアウト当てていく。ゲンガーはまあ虫の息、吸収のはかなり美味しいかな。ゲンガーコンビやけるダメージ、多分スリップダメージ死ぬかな。うん、倒れた。滅び相手に、滅び、まあ、ペリッシュトラップチーム相手に闇闇が結構いい仕事してる。相手はもう残りポケモンがズルズキン、ジュゴンともう一体ゴチルゼルか。鬼火、熱風、ジュゴン引っ込めて、ズルズキン。これは読めてはいるけど、どうせアミラミはズルズキンが何もすること、する仕事がないから、まあ守ってくるか。ヒートランを死ぬしかない。で次はゴチルゼルに熱風が通る感じ。滅びまだ2ターンあるか。ゴチルゼル方向に鬼火打つか。熱風、猫魂をヒードラ方向、鬼火が当たる。今度相手3体ん、あ、3体じゃないか。でもまあ3体目だな。鬼、やってる状態にしたのが。トリックルーム。素早さ関係が弱点するので、どうなんだろう。ゴチルゼルゼル、どういう順番なのね。まあ多分相手のポケモンが全部先制してくる感じになるんだけど、具体的な行動順がどうなるかちょっと今、はっきり言えないけど。で、闇闇はゴーストタイプだから、風踏みによる、なんていうの、抗体制限効果が打てなくて、闇闇はチェンジできるんだけど、まあヒードラがチェンジできないと。風踏みだから、まあ、一旦滅びを解除するためにヤミヤミが逃げます。10番ガルーラに交代。ゴチルゼルは守る。ヒドラが熱風。ジュゴン勝ってぇな。あ、てか、そうか、特性熱い脂肪だったか、全然炎技ダメージ入らねえなって思ったら。ヒードランが滅びのカウント。ゼロに。で、闇闇。素早さ順的にジュゴンの猫魂の方が先に入っちゃうかな。ま、しゃあない。猫魂。バックアウト。ゴチルゼル引っ込めて、ズルズキン。ズルズキンの威嚇。これ考えてやっぱ、ゴチルゼル方向殴るべきだったか。猫魂は通る。まあ相手滅びの歌を使いたいはずだから、それを止める感じ。バックアウト。ズルズキンがな、落ちないのがきついな。闇闇が打点全然持てないから。あー、お盆かきつい。え、負けるか？猫魂がガルーラ方向でしょ。どうしようもねえか、これ。間に合わないかな。
闇並み最地とかにしないしね。猫魂。ジュゴンどうせ守るはあるでしょう。滅びの歌。3ターンに倒せる？無理か。ジュゴンが守るはあるって。セミタックルをグルーキン方向、闇ラミバークアウト、うん、まずルーズキン引っ込めて落ちる出る、体力どんぐらいだったっけ、うん、結構残ってる。こいつオボンではないよね。ジュゴンが守る、まあこれは予想通り。落ちる出る、やけどダメージと、やけどダメージと合わせ落ちないかな。うん、落ちるか。よし、落ちるゼロ倒せる。あー食べ残し。これ落ちるかな、どうだ。間に合う。あ、落ちた。ジュゴンは前のターンに守り使ってる。次のターン守り使えない。で、闇闇が再度出てくる。闇闇じゃねえや。ズルズキンが再度出てくる。あーってか、歪んだ空間が元に戻る。ズルズキン倒さない、ズルズキンとジュゴン倒さないといけなくて。翼順、これジュゴンの方が、あれと思って。今トリックルームが終わって、負けるか、これ、決まって。ジュゴン殴れないんだよな。猫魂食らうでしょ。ジュゴンが、あれジュゴンの方が素早さ早いんだったら俺の勝ちじゃない。滅びの歌で闇闇生き残るからこれ勝ちじゃない。残り滅びの歌が1ターンでしょ。ズルズキンを切って、やけどで。相手、ジュゴンがさ、守っても闇闇の方が遅いから俺の勝ちじゃん、これ。これ闇闇ちなみに翼いくつだったかというと、都合で偽装個体を失敗したから、育成の途中で技ミスって。翼は67しかないんだな。俺の勝ちじゃん。対戦ありがとうございました。滅びの歌使ってくる方が翼早かったっていう。先にポケモン死んだ方が負けるから、滅びの歌の場合は無線だけやりましょう。1672 1672、対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。日本リリアさん、1660、対戦よろしくお願いします。マティオチャプっていくぞ。あー一瞬なんかガルゲン滅びかと思ったけど、滅び要素はあれだし、まあ多分ゲンガーを助けでしょう。レイジューランドロス、エヒードラン、ガルーラ、ボルトロス、ゲンガー、ローブシン。これ日本人だし、ガルーラが負け、ガルーラじゃねえや、ボルトロスが負けんちの可能性が結構あるかな。どうしよう。ボルトロスを初手出しにくいな。でゲンガーもそうだな、ちょっと怖さがある。タスキだったら一発で倒せないしな。闇ラミクレセリア、ガルーラって言ってもな、闇闇出してもなんか鬼火をうまくヒードルで受けられちゃいそうな気がするから、やっぱ種族値高いポケモン出すべきか。
どうしよう。何が正解の選手なのか分からん。構築としては4体ミラー、レジュランドス、ヒードラン、ガルーラ、ボルトロスが被ってる感じ。リリアさん対戦よろしくお願いします。こっちは闇ラミ、ボルトロス選手、相手はゲンガロウシ。どうしよっかな。あれゲン、ちょっと予想外な感じだ。ローブ死んだ根性なのかどうかも分からんしな。ゲンガー助けだったら多分普通に突っ張って殴ってくると思うけど、ローブ死んだ後々重くなりそうだからローブ死んだ逃げつか、まあ、根性の可能性は怖いけど、右をジェンガにボルトス守る。ジェンガ守ってないか。当たる。ジェンガの行動は何か。ヘドロ爆弾を闇闇方向。光の粉が発動した。次ヒートラン出してないんだっけ。ヒートラン今回出してない。鬼火打ったらヒートラン出てきそうな気もするな。バーカート打つか。瞑想。おにぎ、迷ったけど、当たる。根性かどうか特性が分からんけど、おにぎを打つ。かなり不安定なプレイング。ヘドロ爆弾当てられる。毒にはならない。玉剣か、そんなんいるの。冷凍パンチを取った。ゲンガーがちょっと削れてくるから。でこれ結局特性何だったんだろう。ローブシンゲンガーなんでヘドロ爆弾を闇闇打ってたんだ。相性鑑定を忘れてるか、交代読みか、もしくはシャドーボールを採用してないか。最近はゲンガー方向に行く。シャドーボール持ってる。なんで闇闇にシャドヘドロ爆弾打ってたんだ。え、ってかなんでこんな強いの。急所かよ。強すぎでしょ。叩き落とす。光の粉を叩き落とされた。相手ゲンガーな。シャドウボール、どうしようかな。最速かどうか。いや最速ではなさそうだ。 CS 玉ゲンガーってことだよね。これクレセリアが急所で飛ばされたのがかなり予想外だったから辛いな。瞑想。瞑想。ワイルドボルト。ゲンガが守る。瞑想積む。
ワイルドボトルが決まる。落ちないの？マジかよ。そんな弱いのこれ。弱え。しかし相手が火傷状態だったから、ボルトーズは生き残った。ハチマキにワイルドボルトなんだけど弱すぎでしょ。ガローブスの防御が高いと言うべきか、これは。ランドロス。オミビオ、ランドロスに。ボルトロスが、さすがに、最速ゲンガーだと思うけど、相手。どうしようかな。動かすか。ガルーダ交代しよう。こだわってるしな、こっちは。ランドロスは多分守れないと思うから、オミビア通るはずだと思うんだけど。当たる。オッケー。ラムとかのはずはないから、ランドロスが。岩流れ。シャドーボールが闇の方向か。ランドロスが火傷でダメージ蓄積していく。闇ダメ自己再生。ガルーラどうしようか。猫魂守られそうだけど、ゲンガー交代読みで裏に何か打つ。どうしよう。あるいは。ゲンガーに座ったらやけどで死ぬよね。もうこだましランド倉庫にいると。ゲンガー引っ込まない。ガルーラ。メガ進化で猫だましをランド倉庫に。ゲンガー方向殴るべきだったか。ゲンガー何してくるかな。おにぎりかな。シャドーボールまた来た。おお、特防下がった。やばい。ただ弾ダメで死んでった。ランドロスは焼けるダメージを受けている。ガルーラが来る。これ決まったま猫魂が怖いから、闇ダメ含めるか。あるいは、決まったま猫魂を撃ってきた場合は、相手ガルーラ動いてるわけだから、動いてるわけだから、まあランドロス倒しに行ける。ハチマキ。どうだどうだどうだ。で、普通のガルーラは闇ダメに対して打点がない。だったらラミラミ引っ込めて、ガルーラがランドロス倒しに行くべきじゃないか。一応ランドロス倉庫。相手のガルーラメガ進化。肝玉は使ってない。行動は、守る。これラッキーなんだけど、かなりコツとしては。不意打ちが通る。ランドロスを倒す。あとはガルーラだけだから、まあ勝ちでしょう。バカ力をガルーラに。ガルーラは、グロパンで処理遅いかな。セミダックルかな。グロパン。セミタックル。グロパン。バカ力。こうか。ちょ、遅っ。相手のガルーダ遅っ。俺のガルーダスバース125しかないんだけど、それでも先手したぞ。めちゃくちゃ遅いガルーダだったな、相手のガルーダ。リリアさん、対戦ありがとうございました。はい、ここまでダブルレート、
3試合ご視聴ありがとうございました。ハトリ YouTube の方にも動画あげようと思うんで、よかったら見ていただいて、コメント、高評価、チャンネル登録などしていただけると嬉しいです。ここまでご視聴ありがとうございました。サンキューウォッチングマイツイッチライブストリーム。See you next time. Bye.